幻想曲派長長 D760 サスライビトは1822年に出版されたフランツ・シューベルト作曲のピアノ独奏曲である。作品15。一般的にサスライビト幻想曲の名で親しまれている曲である。全4楽章からなるが切れ目なく演奏される。第2楽章の変奏曲主題が自作の歌曲サスライビトによるのでこの名がある。 後にフランツリストが編曲したピアノ競争曲版もよく知られるも発表している。ちなみに、シューベルトは素材として使用したサスライビと中のダクテルリズムを好んでいたようで、たびたび自作の中で用いている。シューベルトのピアノ作品としては高度の演奏技術を要する作品で、シューベルト自身がうまく弾けず、苛立ちのあまり、 こんな曲は悪魔にでも弾かせてしまえ、と言ったという逸話もある。最も多用されている技法はアルペッチョで、シューベルトの他のピアノ作品でこれほど多様なアルペッチョを駆使した作品は、ほとんどないわ、ヨハンネポムクフ・フンメルの弟子だった。幻想曲という名がついているが、四楽章からなる自由な形式のソナタ風作品で、リストがピアノソナタの単調を作曲する上でも、 大きな影響を与えたとされている。ありがとうございます。